する準備をしてる間にラジオ配信しようと思って、こんばんは、こんばんは。みんな LINE 登録して、嬉しい。皆さんぜひ LINE の公式アカウントができたので追加よろしくお願いします。あのインスタのストーリーと、あと Twitter にも投稿したけん見て、追加してほしいっす。登録しました。嬉しい、ゆうちゃんありがとう。登録者くまありがとう。みんなしてくれてるやん、嬉しい。昨日追加してありがとう、ありがとうございます。何か追加した、嬉しい、やった、みんなありがとう。登録した、みんな結構登録してくれてない、嬉しい。あのその LINE でなんか1対1でビデオ通話ができるオンライントーク会みたいなのが多分できるようになるんですよ。だからちょっといつとかまだ告知されてないから言えない、言えないっていうか自分もあんまり把握してないんだけど、でも多分そのうちすぐ多分なんだっけ、オンライントーク会みたいな、なんだっけあれ、なんとかボックオンリーボックスだっけができるようになるので、皆さん申し込みよろしくお願いします。申し込みよろ、本当に。あのぶっちゃけって言うと本当にラサイ時代より応援してほしいって思う本当に今もう一人なんで、自分は一人だからこそより皆さんのパワーが必要なんで、お願いします、よろしくです。片瀬こんばんは、こんばんは、こんばんはです。頑張ってくださいって、カンパネラありがとう。カンパネラもずっと応援しててね覗いて、もちろん申し込む、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ララ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 、こんばんは、こんばんは。あれさ、なんかさ、モバメみたいにさ、遅れたらいいのにね。なんか、みんなか。なんか、できないのかな？わかんないけど。本当にね、さっき話して、マネージャーさんと、さっき話して、どうしよう考えて、みたいな感じになって、マジでさっき、完成したんですよ。で、さっきもう告知したの。早っと思って。そう。だからまだ何もわかんないんだよね、自分自身。Oh!
よいしょ。そんなすぐできるのね、ちょっとわかんないけど。アサミンハート、キンデスありがとう。ヨガレさんハート、キンデスありがとう。カンパナのバラありがとう。パフリン、たい焼き、パコ、ありがとう。ありがとうございます。みんな LINE の中のフォロワー数まだ20名で、え、なにフォローとかあんの。みんなフォローしてフォロー、え、LINE って追加だけじゃないの、フォローもあんの。何それ、ツイッターツイッターかな。みんな LINE 登録してね。でも何のためのフォローなんだろう。友達追加とは別に投稿からフォロー、あ、なるほどね。なんか投稿した時とかが分かるようにフォローとかあんのか。皆さんぜひ LINE 登録、 LINE、 あのインスタのストーリーあるやん、インスタのストーリーと、あとツイッターにそのアカウントの登録の仕方、追加の仕方じゃない、なんで追加の URL 貼ってあるんで、そこからぜひ追加して投稿のとこからぜひフォローよろしくお願いします。よろしく。25人やった、5人のみんなありがとう早い行動が、ありがとうございます。ありがとう、みんなよろしくね。フォロワー100人目指そうじゃ、まずフォロワー100人。友達100人できるかな、食べたいな、富士山の上でおならら、パッコンパッコンパッコン。1年生になったら1年生、27人目になった、 ありがとう、ありがとうございます。ここにいるみんながしてくれたら行くよって、してして、してよ。ちょっと待って、テロップ、公式ラインできたので追加フォローよろしく。入った、皆さんよろしくお願いします。自分も後で投稿のフォローする、ありがとう、優しい、ありがとうございます。よいしょ、てかお腹空いたな、お腹空いてしまった。
あともうちょいで顔出しできるんで、ちょっと待ってね。って言っても完璧に化粧は全然してないけど、まだまだだけど。こんばんは、こんばんは、龍城さん、こんばんは、よしパパ、こんばんは。おしめに既読無視されてるな。なんかさ、返事見たらマジでできたらいいのに。したいんだが、ね、だってみんなに何か送っても絶対何も返ってこないでしょ絶対何も返ってこないやん、悲しい。スパクしとくねって、いいよ、届かないから結局届かないから、みんな見れたらいいのにな、見たい。てか前髪今日暴れまくってんだけど、やば。ちょ、もうカメラつけちゃう。やっと届けてきた。ありがとう、ありがとうございます。おお、内側目だった、よかった。こんばんは、こんばんはです。ちょっとお化粧していく。じゃあ、ヤッホー、来てくれてありがとう、ありがとう。カズくんハート、キヌスありがとう、電気ありがとう、カズくんファイト、ファイティング、ファイティング、ファイティング、ありがとう。セツ、いいね、いいね、ありがとう。シュノレタ、リンゴの星ありがとう。バル、バラ、バラありがとう、電気を、バラありがとうございます。パル、タイヤケ、ありがとうございます、電気を。藤本和也寝て、そう、藤本和也寝ております。かわいい、かわいい、かわいい。何つくし、さくら、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。
ありがとう。やばい、なんか書きすぎた気がする。1154日ありがとうございます。こちらこそありがとうだよ。こちらこそ、こちらこそ本当に。1154、しかも今日あれだもんね、朝やったもんね。朝っていうかまあめちゃめちゃ朝だったけど、絶対音楽聞こえてるよね今。音楽っていうか映画見てたね。全然もう最後の方見てないけど、のエンドロールが今流れてる。まださ朝ごはん、あ、じゃあマジで朝ごはんじゃない、夜ごはんはまだ食べてないんですよ。だから今日はちょっと配信中になんか食べようかなと。作ってっていうか、言うてマジですぐ作れるやつ、レンチンでいけるようなもの作って食べようかなと思っております。BGM 聞こえますですよね。スプリガン、うん、モサヨシ、モサヨシ来てくれてありがとうございます。 Thank you、ここで固まってくれ、こう固まってくれ。あ、間違えた、危ない、鏡反対に向けてた今。映ってなかったからよかった。てかさ、梅雨って開けちゃったの？まだこれから？なんかさ、雨降ってないよね今日とかも。多分降ってないよね。なんかあにゃー、どうなってんだって感じ。どうなってんだ。カンパラではなくて違う名前で LINE 登録してしまった。大丈夫、それは全然大丈夫。なんかオンラインボックス、オンラインボックスみたいなのがどうなるか分かんないけど、その時も多分でもニックネームとか登録できると思うから大丈夫。だってみんなさ、 LINE の名前がだってこのショールームとかの名前なわけがないじゃん、絶対本名だったりしてるから。大丈夫だと思いますよ。
疲れ様です。サンライズ来てくれてありがとう。 Thank you。 こんばんは。こんばんは。こんばんは。眉毛描いてないな。てか、瀬戸内のダラレドゥドゥドゥ。あ、質問です。なんか例えば歌ってみたとかで、例えば YouTube とかでさ、歌ってみたとか出すときさ、なんかもちろん流行りものの曲とかもめっちゃいいじゃん。普通に歌うなら流行りものの曲とかめっちゃいいけどさ、あの古い曲で歌ったらお懐かしいみたいになる曲ってどんなんだと思う？なんかわかる？おこれ来たかみたいな。え、わかる？伝わる？え、なんか古くて懐かしい曲とかさ、なんかないかな。でもなんかファーストラブとか歌いたいなと思うけど、滑舌今日やばいね。ファーストラブとか歌いたいなと。あの It's automatic とか歌えるようになったらいいなと思うけど、どんなんだろうね。世代によらない。そうだよね。そうだ、 YouTube を見てる範囲の、もう本当に90歳とかだったらもう絶対見てないからあれだけど、なんか YouTube 見てる世代とかで、なんかなんかおおみたいな、なんなんだろうね、その世間的に、なんだろうね。だから多分今50歳とか4,50,60 とか世代、結構幅広い、これもしかして4,50,60 とか、だんだん心引く、 あれなんだっけ、だんだん心てててててててみたいなやつ、それなんだっけ、聞いたことある。80年アイドル、あ、80年代のアイドルソングとかたくさん歌いたいな。ね。80年代のアイドルソング。なるほどね。カモメが飛んだとか、こうやっていつ世代なの？結構古いのか、だいぶ古い。なんかついてる。チョコちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんはです。ちょっとテレビ消す。70年代。あ、70年代、あ、でもじゃあ一緒なのか、80年代とかとほぼ。こんばんは。こんばんは。でもこんばんは。俺が小学生の時だ。マジ？小学生？マジ？ボアさんの時、あ、ボア。あれしかわかんない。なんだっけ？メリクリ？クリスマスの時期、クリスマスソングたくさん歌いたいな。歌ってみたとか。
年最初の最後のだっけ最初のちゃんとマッピングして曲やるんだってとマッピングどういうことですか。どこの年代を狙っていくかってこと。そういうことマッピングタロみんな公式 LINE できてるできてるかやんけ。そうそうなのだからあの友達追加してください。友達追加してそしてあの投稿のとこからフォローよろしくお願いします。よろしく。夏メロ好き。夏メロいいよね。自分も好き夏メロ。いいよね。とてもいい。やばいお腹すいた。みんなちゃんと食べたご飯。自分は起きてから、マフィンを一つ食べました。それだけ。お腹すいた。でこれがもうねほぼないんだ。最低もうこれだけしかない。もうやばい。ほぼプラスチックをまぶたに当ててるようなもん。目尻か目頭などこ涙袋か。何作ろうかな。作りまひょう作りまひょう。さてさて何かできるかな。できました。旅行行きたい。ハワイ行きたい。ハワイ行きたい。アメリカ行きたい。旅行したい。昼から牛すじ煮込み作って。めっちゃいいじゃん。牛すじ煮込みって作れんの？すごっ。それはすごいな。すき焼きのタレを使えばいけんのかな。とりあえず煮て水で煮てから。よし、もういいや。化粧めんどくさい。終わり。終わりです。よし、オッケーオッケー。てか暑いな、これ。もこもこ冷房レッツオン。よし、それではですね、本日の料理の夜ご飯の、レシピ見ていこうかなと思います。ちょっとまずゴミを捨ててきます。はい、ゴミを捨てて今日ちゃんとね、掃除機もかけたの。えらい天才。よいしょ。よし。
これはいただいた本です。レンジ革命、レンジ革命、一筆一人前、秒で作れる奇跡のうまさ。これを見てちょっと作りたいものとか材料とかがぴったりあればこの中から選びたいんですけど、もし作れなかったらオートミールともやしと焼肉のタレで食べたいと思います。昨日作ったやつ。なんか本読んでるとさ、すごいさ、あのできそうな人だよね。うん、今日はこれを作ろうか。うん、簡単簡単みたいな。なになに、肉魚料理。はあ、え、鶏ももあるよ。てか鶏もも肉常温に戻す。ネギ塩チキンか、気分ではないな。インドカレー、ガリバタチャーシュー、なんとかチャーシュー、うわー美味しそう。15分ほどつける、待てない待てない。でも絶対美味しいじゃん、今度作ろう。みんなの予想言っていい？多分ね、結局オートミールともやしの焼肉のタレだと思うんですよね。餃子バーグ、めっちゃ美味しそうなんですけど材料ないし。本の匂いがする。チンジャオロース、チンジャオロース誰か作って。チンジャオロース美味しくて食べれるんだよね。ピーマン苦手な人とかいるじゃん。チンジャオロース食べてみ、めっちゃうまいから。めっちゃうまいからね。肉じゃがね、じゃがいもないです。キャベツない。炎の豚もやし、うん、豚バラがない。キャベツと納豆の食べれるっす。ええ、すごいな。今日バックナンバーライブ行った、めっちゃ疲れ。なんかミネムね、バックナンバーさんのライブ行きたいんだよね。行きたい、人生で一回は絶対行きたい。絶対行きたいと思う。え、なに、無限えのきとかあるよ、絶対美味しいじゃん。えのきだってあるよ、待って。無限えのきは、えのきだけ、えのきだけ、おろしにんにくないよ、ごま油、胡椒、あーなるほどね、普通に炒める系ね。おろしにんにくないか。ね、これ好きなの。ちょ見て、これこのさ、このやつ好きなの。読めないけど、里芋か、里芋好きなの。みんな里芋ってどうやって作るの？売ってんだ里芋って。半熟チーズ卵とじ、新米、椎茸か、納豆チゲスープ、納豆、白菜キムチ、納豆不足のタレ、味噌、味噌がねえ、白だしもねえ、ダメや。ウーロンちゃん、あ、ないよ、ウーロンちゃん。なんもないや。里芋美味しい、里芋超美味しい。卵スープ作りたいな。どうやって作るんだろう。コンソメみたい、卵、取り出しとあれでいけるのかな、ちょっとわかんない。チャーシュー丼、きのこシチューリゾット、ご飯、しめじ、ベーコン、水、何もない。カルボナーラチャーハン、え、美味しそう。
ご飯、ベーコン、ないな。バター、塩、溶き卵、コンソメ、ないな。ないな、ないな、しけてる、ないな。それはかぼちゃカルボとかめっちゃ美味しそうじゃん。かぼちゃカルボナーラってことでしょ。ないけどさ、うわーラーメン美味しそう、めっちゃ美味しそう。ここのページにさ、なんかさ、コンビニ食材で食べれるみたいな、でラーメンのあるじゃん袋、あれから作れるものとかめっちゃ載ってるんだけど、めっちゃ美味しそうすぎてもう死にたい。チキンカルボラーメン、チキンラーメンから作ったってことでしょ。ねえやばすぎ、イライラしてきた。イライラしてきた。ねえ美味しそう、やば。まあということで、おかずが何もなかったので、オートミールともやしとかで何か作りたいと思います。結局ね、よいしょ、よし、じゃあから決まっていたために、そう、どうせね作ると思ったよ。うん、どうせ作ると思いました。ということで、でもねめっちゃ美味しいの、本当に本当に美味しかったの。オートミール、オートミールマジで神だよ。オートミールガチで神。オートミール、これに入れます。もやしをたくさん入れればね、オートミールはちょっとで、ね、ちょっとでいいとか言いながら、まあ普通に入れたんだけど、うん。でこれ水でしょ、水を入れてくる。水入れたたらこん中に、ちょっと待って、よし、こん中にもやしを突っ込む。マジみんなこれ食べてみて、めっちゃうまいから、本当に本当にうまいから。賞味期限期消費期限過ぎてますが、食べていきたいと思います。消費元気で臭いね、もやしって普通にマジでめっちゃ臭い。見るんじゃなかったら、なんか賞味期限が切れてると思ったけど、消費期限が切れてんのかよ、だるー。食べたくなくなってきた。もやし万能、マジで万能。こんばんは、こんばんは。このグリーンピースみたいな何、めっちゃ嫌なんだけど。よし、
そんなもんでしょう。こんな感じ。もやし、もやしを使ってで、これでとりあえずレンチンする。レンチンします。買ってきたら水につけとけばなるんじゃ。そうなの、マジ初知り。よいしょ、いりごまかけてみる今日。で、刻みネギを後でのせて、これはキムチ用のお皿。キムチ好きなんです、すごく。ルー、こんばんは。こんばんは。いつもさペットボトルで飲んでるのに今日だけコップっていうね、なぜか。キムチあるとべんで、マジでそうだよね。キムチ大好き。コクうまキムチ。チンになった。チーン。自分はシャキシャキのキムチがちょっと苦手なので、もうちょいするレンチンを。超おいしそうキムチ。うわーキムチおいしそう。キムチ考えた人マジで感謝、マジで感謝。ラン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 。天才やな。よし。うん。うん。おへよ。キモ。キモ。よし。で、今チンできたんで、この上に刻みネギを乗せます。ちょっとこれもね、レンチンしたかった、間違えたけど、まあまあまあ。刻みネギを。ホームやたぬきち、そう、こんな感じ。わ、美味しそう。で、のせる。で、卵の黄身だけをのしてきます。黄身だけを、よいしょ。
よし。オッケー。でこうやって乗せたら、こうやって乗せたら焼肉のタレをかける。焼肉のタレって万能なんだね。なんかめっちゃ美味しいと思った昨日マジで。これにちょっとかけすぎたのかな、これぐらい、わかんないよね絶対ね。まあでもこれかけて、今日はごまをかける。絶対うまいじゃん。だる、絶対おいしいよこんなの。で一味をかけて食べるっていうね。一味めっちゃかけた方がめっちゃうまい本当に。よし、できた。ということで本日のご飯、てんてれん、もやしとオートミールの焼肉ご飯。たらん、おいしそうじゃない？見える？おいしそう。これを混ぜて食べる。いやん、おいしそうすぎる、美味しそうすぎる。で美味しそうっていうか美味しいのよ、めっちゃ美味しいので。これと今日はキムチを食べていきたいと思います。キムチ、キムチはめっちゃ美味しい、マジで美味しい。キムチ、しっかり混ぜて。このね、君もね聞いてんのよ、君が。本当に焼肉のタレも最高だしね。ね、オートミール信者だからさ、オートミール大好きなのよ。そう、甘い系のオートミールも好きだし、こういう料理系のオートミールもすごい好きだし。ほらもうめっちゃ美味しそう。ちょっとゲロみたいだけど、いただきます。いただきますます、いただきます。せーの、あ、うまっ。うーん、うまっ、うまっ、うまいわ、超おいしい。一味もっとかけておいて、おいしい。多分ねこの焼肉のタレがね、今使ってんのがあんまなんかめっちゃ濃いわけじゃないから、なんかちょっとマイルドだけど、めっちゃうまい。見て、もう美味しいに決まってんじゃん。めっちゃ美味しい。ほらー、やば。しかもめっちゃヘルシーじゃね？めっちゃヘルシーだ。最高。なんかね、あれみたい、あのカツとじとかあんじゃん、親子丼みたいな、あれの最後に残った汁とご飯を食べてる感じ。わかる？めっちゃ美味しいじゃん、そんな感じ。
またねでガジュマル、またね、またね、来てくれてありがとう。キムチをいただきます。美味しい。ねね、世界一美味しいキムチを探したい。あのあれ、酸っぱくないキムチ。まあこれも美味しい方なんだけど、そう、酸っぱくないキムチを探したい。なんていうの、もうコクとさ辛さしかないみたいな。なんか牛角かどっかのねキムチがめっちゃ酸っぱいの。そう、うん、え、ん、公式ラインできたの？公式ラインできました。うん、なのであのインスタのストーリーとかツイッターに載せてるので、ぜひ追加よろしくです。追加とフォロー、投稿とかフォローできるらしいので、ぜひよろしくです。よろしく。うまっ。うん、寒い。ご飯が進むくんはそんな酸っぱくない。本当？あれ？なんかあるじゃん。2種類あるよね。なんかね。辛い辛い方となんかあるよね。でもあれ食べたことはあるんだけどね。ちょっとあんま覚えてない。どんなんだったか。しかも多分日付経っちゃうと酸っぱくなっちゃう。前こんな酸っぱくなかったもん。酸っぱいの苦手なんだよね。美味しいけどね、これは美味しいけど酸っぱってな。なんかさ、あんまり酸っぱいの食べるとさ、ここがさピクピクピクってなったりさ、こうなるんだよね。こう勝手にもうピッて拒否反応、酸っぱすぎて。オーツ麦で馴染みがないと思ったら、オーツ麦と同じか。オーツ麦、あ、 100% オーツ麦。オーツ麦って書いてある。オーツ麦、オーツ、オートミール。
しくなってきたよ。なんかあれ、これコチュジャンとか入れたら絶対さ、あれみたい、ビビンバ、ほぼビビンバだもんね。いいね。ちかちゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんはです。来てくれてありがとう。こんなに盛るんじゃなかった。まだまだある。キムチが酸っぱい。なんかレモンとかもさ、グレープフルーツとかさ、キウイとかでも酸っぱいって思っちゃうんだよね。キウイ酸っぱいか。まあでもそういうの苦手。梅干しとかもね、もう拒否反応。あれ、あの見た目だけでもなんか酸っぱそう。でもね、梅練りは好きなの、なぜか。梅をそんな食べたことないんだけど、でも梅練りはなぜか食べれる。食べ過ぎると気持ち悪くなっちゃうけどね。でも美味しいって思ってた。マヨネーズ混ぜたり加熱するともしない。あ、そうなの。酸っぱさがなんか発酵してんだよね。分かんないけど発酵。キウイとグラプルーツ苦手。わしも。でもね、言うてそんな食べたことない。うん。本当でも多分キウイは人生で2回ぐらいじゃない、食べたことあるの。グレープフルーツも多分2回ぐらい、ほんとそれぐらいしかない。もういいやってなっちゃってる。桃はめっちゃ好き。桃一時期めっちゃハマってたし、桃めっちゃ好き。桃うまい。桃とデラウェアがめっちゃ美味しい。いちごもりんごも美味しい。バナナも美味しいけど、バナナはなんかたくさん食べたいとは思わない。1個でお腹いっぱいになっちゃうけど、桃、いちご、デラウェア、リンゴとかめっちゃ食べたいって思っちゃう、永遠と。あとラスト二口ぐらい。
パイナップルとレモンとグレープフルーツとキウイ、ほぼ嫌いなんだけど、パイナップルはまあ食べれるけど、たまに芯に近いところは嫌だね。なんかほぼめっちゃ硬いみたいなは嫌だな。ラスト一口、ラスト、うん、あー辛いし、お腹いっぱいだし。トロピカルなフルーツ、トロピカル、あれが苦手だった。ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツ味なさすぎてなんかちょっとよく分かんなかった。うん、マンゴーはいけるけど、なんかたまにめっちゃ苦いやつあるからそれはちょっと食べれないから、大体はでも甘ければ食べれる。頑張りましたってやった。じゃあごめんなさいけどこちらは残します。すっぺー、わしには食えねえ。よし、ちょっとシンクに置いとこう。よし、 OK。 よいしょ、スターフルーツマジの。いや、そうなんだ。あ、スターフルーツ、あれケロロ軍曹が好きだよね。スターフルーツ、ケロケロケロピザスス、ねえ、美味しかった。あー、いっぱい。てかさ、食べちゃったからさ絶対眠たくなっちゃう。スイカ好き？好きだけどちょっとめんどくさい。種とかが
種とかがちょっとめんどくせえから、めちゃめちゃ好きではないって感じかな。ちょっと待ってよクモをたやきありがとうございます。パコありがとう。シャネルダンハートキュネスありがとう。オタロハートキュネスありがとう。テンキューミパーハートキュネスありがとう。フクちゃんダルマありがとうございます。ありがとう。テンキューありがとうございます。ペペペペペペありがとう。セイバームークマちゃん Thank you for クマありがとう。ありがとうございます。クマ僕はクマ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 。ということで1番ジュルジュルクマちゃんありがとう。 Thank you パオー Thank you ありがとう。シバムシバムシバムありがとう。ありがとうございます。 Thank you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 。よし、いつもありがとうと。こちらこそだよ。こちらこそありがとうだよ。なんかさ、永遠と声治んないな。なんかさ、風邪ひいてんのかな。どう思う。なんか一生声がおかしいんだから。でもちゃんとお薬は飲んでんだけど。でこの間さ、ちょっと見えさ、自分がマリ化してるやつの動画見たの。目つき悪すぎてめっちゃびっくりしたんですけど、怖ー、めっちゃ怖ーと思って。なんかこうやってるからさ、めっちゃ怖かった。怖、こいつ怖ーって思っちゃったの自分で。誰この子怖い。ゴログラ、イチゴとかグラノーラをおつむぎ入ってる。あー、てかフルーツグラノーラ、フルーツグラノーラめっちゃうまい、めっちゃうまい、フルーツグラノーラ。あ、誰かインターネットいるぞ。誰、オンライン。あー、と思ってね、怖いよね、怖っと思った誰かを殺したそうなのやと。え、なんかもうこうじゃないの、なんかもうこういう感じの目もうね、やばかった。その顔よき、よきじゃない。よきじゃない。怖いと思っちゃったもん、自分でも。ね。しかも多分ね、途中裸眼だったの。裸眼だったからこそ、よりなんかもう目つきめっちゃ悪かった、多分。ガク、ガク、誰もありがとう。ありがとう。Thank you。ありがとうございます。Thank you。髪の毛伸びたよね、やっぱなんか伸びたな、髪の毛や。思わずスクショした。おい、スクショするな、するな怖ーと思って、この人、この人怖ーと思ってスクショしたの。やだーやだやだー。てか次のレースから参加しますって言われたんですけど、早くしてよ。今したいんだからさ、早くしてもらえないかなうん、声がおかしいんだよね最近。あ、終わった。ただと、ただと、こんばんは、こんばんは、こんばんはです。ドラゴンロード
トゥ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 え、シモも配信してる？シモも。わ、配信してる。え、てかシモマってさ、何？何をしてるの今は。何をしてるのっていうか何をツインなの今。でもそれそうっぽいよね。でも多分こんばんは、こんばんは、はる。こんばんは。今は一般で、あ、そうなの？え、でもあれじゃない？あの、あれ。なんか、あれ、あのさ、なんていうの？ホーム画像っていうか、その、ショールームのあれが、目たちと一緒だけど。それは使っていいのか？一般人なのか。今度今間さんと、え、ね、思った、聞いた、いるらしいね。やばい。最低やな。配信してるよね、してる。いや見て、あれと思って、シモも。なんか鼻声だ。風邪ひいたかもな、やっぱ。てて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 てエアコンに当たりすぎて風。え、でもね、エアコンだけじゃないの。エアコンと暖房もつけてんだけどね、日々。どっちかはもう、あ、寒いと思ったら暖房つけて、暑いと思ったらクーラーつけてるけど、なんでだろう。絶対風邪ひいてる。まあそれも人生さ。えー、間違えた。人生は一度きり、頑張った分だけいつか誇れるはず。胸張って歩いて行こう。ぶつかって泣いたって立ち向かって行けば、そう自分を好きになれる。そうさ、人生は一度きり、ビュービュービュー。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんかさ、みんなさ、配信で何を話してるんだろう。いや、なんか今まではさ、まあ別に今までの配信で何を話してたかちょっとあんま覚えてないけど、なんか多分ラスアイメンバーとさ会ってたりしてたからさ、
なんかそういう話とかを多分してるんですけど、なんかあのレッスンとかさ、レッスンっていうかまあリハとかで会ってたじゃん。だからそこで会った出来事とかそういうの話してたと思うんですけど、わかんないけど、みんな今何の話をしてるんだ。だって自分何もしてないからさ、何もしてないことはないけど、何もしてないことはないけども、うーん、なんだろう、特にショールームでお話しして楽しいことがない楽しい出来事が最近ない。どうする、どうする、どうする。なんかさ、メンバーと遊ぶみたいになってもね、予定が合わないんだよね。そう、そのこの間も夢と、なんか夢が出て出かけてて、ワンちゃん会う、なんか今一人でいるのって言われて、あ、いるよって一人で言ってたら、なんか会いそうな感じだったのね。でも1時間だけって言われたの。いやなら会わないわって1時間だけ、そう1時間だけはちょっとあれだなと思って、じゃあまた今度にしようっつってなったんだけど、そういう感じで結構ね予定が合わないんですよね。そう、おー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 、取られちゃった。あとはなんか夢とまたこの間も会ったんだけど、なんかみんなが先だったのね。でなんかみんなほぼ終わりかけで、夢は、始まってちょっとみたいな感じだったの、その仕事が。だから待とうかなと思ったんだけど、あと多分結構待ちそうだなと思って先帰っちゃったりとかして遊べてないんだよね全然。マジでも会えたのは良かった。本当一昨日、昨日だっけ、昨日だね、昨日にめっちゃ久々に会えました、ショートにしてから。お餅好きこまこまは、お嫁さんも違う、みんなも寂しいよ。寂しいけどだって予定合わないんだもん。そうね、ルナも全然会えないしさっていうね。1,2,3,4 10人か。こんばんは、こんばんは、こんばんはです。自分を好きになれる、こんばんは、こんばんは、こんばんはです。うわ最低、追加しましたよ。嬉しい、ありがとうございます。ありがたい、ありがたい、ありがたい。こんばんは、こんばんは。皆さんぜひ LINE できたので追加してください。でもそれで何を発信していくんだろうっていう、最新情報はもちろんそうなんだけど、モバイみたいな感じじゃないもんね。なんか昔さ、なんだっけ、その芸能人のさ公式アカウントとか追加してたことあったんだけどさ、なんか何を送ってもさ、なんかさ、今日はいい天気だね
とかさ、よくわかんない会話になっちゃうの、わかる？うわーお腹空いてきちゃったとか、そう、みんながなんか違う、じゃあ例えば質問系を送ったとしても、そう、なんかありがとうとかありがとうとか来ちゃう、カオスだよね結構。あ、今って虫取りとか行けへんの？虫取り、虫取り今雨だよ。虫取りでも行かないかな、もうちょっと虫取ってるんだったらちょっと映画見たいって思っちゃう。もうマジでめちゃめちゃインドアなんだよね今、本当にインドアすぎて、もう暇さえあれば映画見ちゃう、アニメとか。そうあとは歌いたくなったらショールームをつけて、あれカラオケ配信をしてるっていうね桃奈にちょっと会話できる LINE？ え、桃奈なんか帰ってくるの？自分もさ登録したね、確か追加。いや何も返ってこない何も返ってこないんですけど、既読、既読しかつかん、既読無視されちゃう、やだ。返したいね、返したいよね、なんか送りたいよねイソップこんばんは、こんばんは、こんばんは。チュルチュ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 。自分を好きになれる。イソップこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。あと最近配信中にマリカしすぎね、この間のさミホンチからさずっとマリカしてる。ミホンチの前もやってたけど、自分を好きになれる。いやーん、ちょ待って、てかオンライントーク会みたいな、いつなんだろう。でも多分土日とかに開催されると思うんで、皆さん絶対応募してくれたら嬉しいです。てか絶対応募してほしい。ラストアイドル終わってさ、初めて一人でのそういうあれ、マジで応募してほしいです。よろしくお願いします。ヤホー、いつもありがもも、何屋さんとたくさん話したい、何屋さんです。え、そんなん帰ってくんの？マジ？え、てかももなんツイン？ツインか、ツインのやつ。ツインか。ラジオで、うん、ビデオ通話
ビデオ通話が良い。え、でもどうなんだろう、選べるのかな。いやでもビデオ通話だから多分できないの。ね、でも楽しみ、皆さん絶対応募してください。お待ちしております、お待ちしております。ということで改めて、米田ミーナのこの度ですね、米田ミーナの LINE の公式アカウントができました。これそうなので皆さんぜひツイッターやらインスタのストーリーやらでぜひ追加してください。追加してください。でフォローもしていただけると、 LINE のフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしく。どうやってできるの、ヨネダミーナ、ヨネダミーナホーム、あ、フォローあるわ。ぜひ皆さんフォローしてください。してね。よろしくお願いします。よろしくです。ツイッターに載ってるんで、ツイッターの方が分かりやすいかも。ツイッターぜひご覧ください。載ってるんで見てね。追加してね、追加してねよ。え、225人あれしてくれてんの、もう友達追加。違うかな、違うかも、分かんないけど、ありがとう、本当にありがとうございます。ありがとうございます、誠にありがとうございます。後で見とく、よろしくお願いします。よろしくです。あー、下落ちてしまった。に当たりそう、危ない、危ない、危ない。なんかマリカ下手なんだけど、どれだけやっても下手なんだけど、なんでみんなが早すぎるのかな。あと確実に鼻声だよ今。パオーンダル眠ミネやん、それもうミネが日々言っている言葉、パオーンダル眠。こんな人やだよ。自分のじゃあ 4つぐらい決めれるってなったら何、なんだろうな、自分の日々言ってる、生活で言ってるもの。でもさ待って、でもさショールームでさよくさだるとかさ眠とか言ってるけどさ、そんなさ私生活では多分言ってないんだよね、わかんないけど。眠、あ嘘、だるは言ってる、だるだるはだるとは言っちゃうけど、眠は言わないな、眠は言わない、パオンも絶対言わないし。そう、なんだろう、背景かわいい、背景かわいいよね。そう、これは1000日やったらなんか自分、1000日だったかな、1000日やったら自分のデザインができるみたいな背景、そう、それで作っていただきました。最高だよね、超かわいい、超かわいい、超かわいい。フォローしてきて、グッピーありがとう、嬉しい。チョリニー、こんばんは、こんばんは、しきこんばんは、こんばんはです、こんばんは体操ありがとう。マロ、かわいい歌さん好きかも、ありがとう、 Thank you、 ありがとうございます。ガクダルもありがとう、ありがとう、 Thank you、 ありがとう。
さっきもやし、うまっ、だるって言ってたよね。でもなんかさ、やっぱさ、配信モードとさ、そのいつもの私生活のモードがあって結構ね、言葉選びとか変わってる気がする。多分無意識にね、そう言っちゃうね。無意識に変わってると思う、多分。なんかさ、無意識にさ、電話出るときちょっと声高くなるとかさあるじゃん、よくするとか、店員さんに対してちょっとあのなんていうの、いつもより声よくしてるとかさあるじゃん。そういう感じで多少はねあると思うんだよね。そう、あの言葉遣いが良くなってるかどうかはちょっと分かりませんが、分かりませんが、あの多少はなんかあの変化がある、私生活と。おい、ダブル取るな、ちょっと。こんばんは、こんばんは、こんばんは。しげ、こんばんは、来てくれてありがとう。 Thank you。 いた、赤コーラ、赤コーラで、1位の人早すぎ。早っ。今自分4位なんだけどさ、もう3位から見えないの。なんで？しかも今泣かされたし。いた。LINE 友達追加してもいいの？いいの。そう、公式アカウントだから、あのみんなのプライベートの LINE ではないので、そう、公式アカウントなのでぜひフォローしてください。フォローと追加、追加してフォローよろしくお願いします。よろしくです。追加してくれたら嬉しいです。痛いね。8位に下がっちゃった。ほら9位になったよ。なんで？ビブラート綺麗だね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、これはねマジでね、私生活でもやっちゃうの。自分気持ち悪いよね、本当に本当に気持ち悪いと思う。なんかとかさ言っちゃうの。マジとか、あと特にあくびとかね、あくびもやっちゃうんです。そう、寒、あ、じゃね、暑。自動返信でめっちゃ勝負来たらビビる。それビビるわそれはビビるわね。どうしたどうした、よくわかんないけど追加してきました。しきありがとう、嬉しい。みんな追加してください。 LINE 追加して、追加してね。あのそれで、その LINE で追加してくれたら、その LINE であのメッセージ送ったり、あの最新情報を送ったりできるので、そう、見逃すことはありません。そう、見逃すことはありません。何か質問したら答えてくれるの？うん、多分何も届かない何も届かないんだけど今のところ。そうね、そう、でもみんな見ることできないんだけどね。そう、お気持ち、そう、みんなだけの情報が、そう、送られるっていう感じです。そういう感じ、そういう感じ。追加したでって、イソップありがとう、ありがとう、ありがとう。だから使い方っていうのはもうあれだよね、あの自分から何かを送るっていうよりかは、
情報を受け取るとか、そこであのビデオ通話をやる場所という感じで考えてくれた方がいいかなって思います。ビデオ通話のためそうだね、ビデオ通話とか情報を受け取るためのツールだと思っていただけたら幸いでございます。そうビデオ通話できるの、あのであれだよ、あの自分が好きな時間にビデオ通話できるっていうよりかは、あのオンライントーク会みたいな感じで、あの何日にビデオ通話の会やりますみたいなあるんですよ、そういうのが。そうだからその時に申し込んでいただけたらできるっていう感じです。マジでオンライントーク会ってこと、普通にそういうことでございます。好きな時間できたら、好きな時間できたらガチでただの LINE じゃんただの LINE やんねえ、目寝てたらビデオ通話かかってくるんじゃん、 LINE やんガチの LINE やん。 それはちょっとごめんなさい、できないんですけど、そうそうそう、なるほど。俺は今までズームとかトークポート使ってた。ズーム、トークポートが分かんないけど。こんばんは、ゆりな、こんばんは。こんばんは。好きな時間にかけたらみんな寝てそう、確かに。絶対寝てると思った。分かんないけど。寝てそう。ガチャンライン楽しそう。そうでもないよ、みんなとライン。目だって結構そっけないって言われちゃう。そうラインはなんかだいたいわら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 がえぐすごとかそんなになっちゃう。そうね、そっけないって言われちゃう。なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに、俺じゃないなら早く言ってよ、そんなに暇じゃないんだ、ちょっとひどいんじゃない、あまりじゃない、トゥ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 、いいよって、トゥトゥルル50かわいい、ん50カウントかな、50かわいい、いいよってトゥトゥルル、アイテムが全然取れません、先生先生、男子が若干ちょっと多いです。そうか、だったら男子女子男子男子男子女子女子、なんか違うな、男女男男女男女ポポ、男女男男女男女、男女男男女女男女男女女男女男女男男女、ルル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 ル、先生
男子が若干女子より多いです。そうか、だったら男子女子男子男子女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 子男子男子女子ですね。違うわ、なんとかこうやって並べ、どんじょどんどんじょどんじょどんじょどんどんじょどんじょだ、あーキノコ取られた。男女男女女女男女男女女男女男女男でやんじゃう。夏いいね、夏いいっす。テルル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 ル、あれも好きやったな。新略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 ってやつ。あーふん、イカ娘好きだったな、めっちゃ可愛かった。覚えてるみんなイカ娘、イカ娘夏、イカ娘とか超可愛かった。ちょっと今日生誕祭についてはついてしかに、いってらっしゃい、侵略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 、やばい寒くなってきた。懐かしいじゃないか、おいいいねいいねいいね、熱い。こういう系のアニメ何があったかな他に。まあラキスタとかでね、ラキスタ夏い可愛い。テレテテテテゥーペッペッペッ、じゃあこれラストにしようかな。うん、ぽい、いやーん取ろう。日常は入る、あー日常ね。でもえそんな古いの日常って、どうなんだろう。自分はでもなんかそんなめっちゃ古いイメージはないけど、おもろい日常は。日常ね、あとなんだっけ、ひな祭りだっけ、なんかひな祭りだっけな、あいやひな祭りだっけど、もう忘れちゃったけど、面白いさ日常系のなんかさあるよね、アニメ。おいしかったじゃない、面白かった、おいしかった、そういうことだよ、おいしかった。侵略侵略、あー痛む取られた、ダブル最低最低最低な私にふさわしいティーナ、しかも7位になっちゃったし、今2位だったのに最低。それ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 面白かった。面白かったの覚えてる。あと遊び遊ばせもめっちゃおもろいけど、髪の明るかった日常のみおちゃん、日常のみおちゃん、みーなが水色だったらってこと、そういうこと、どうなんだっけ、こんなんだったっけ髪の毛。みおちゃんがちょっとどの子かわかんないけど、
よし終了です。マリカはこのグループから抜けますか。はい、抜けさせていただきます。怖い。おいしい。でもさ、お茶が大好きなのにさ、お茶がないんだよね家に。1ミリも。え、待って待って待って、58、あ、汗汗、びっくりした。まだラッサイ時代のあれが抜けてないや。でも23時58分だからさ、やばいやばい、もう終わんなきゃみたいな思っちゃったけど。耳あたりでもさ、あれだよね、ここら辺になんかポンポンみたいについてる子だよね多分。面白い子おもろい子。ポンポンついてたかな、ついてないかも、わかんないけど。水色のあれ、みおちゃんか。しき、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ、失格もペリペリ。カーマイン、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。ありがとう。私にふさわしいティーナ。トゥ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 。こんばんは、メロン猫。こんばんは、こんばんは。ということで、ソロぼっち終わりたいと思います。ソロぼっち、ソロぼっち。公式 LINE って定型文が書いてなはずなんだけど、まだね、なんもね、そういうお話はしてないので、あの既読無視今のところそう、今のところはね、既読無視になっちゃってるっていう。自分もね、なんか送ってみた、送ってみたんだけど、あの既読無視されてます。みんなに、最低、最低です、最低です本当に。そう、お疲れさん、ありがとう。年っぽいよ、来てくれてありがとう。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ、まあそろぼち終わろうかな。待ってよ、アンジハートがなくなってるやつ、ありがとう。 Thank you、 ありがとうございます。 Thank you、 頑張ったら可愛いと思います。気分かわいい、ありがとう。マロトロン、可愛いと思います。気分かわいい、ありがとう。 Thank you、 ありがとう。みんながみんなに既読無視されて、いや、そうだよ、返せよ LINE 返せよ LINE。 ちょ、文章は送ってないけどさ、キーボード適当にパパパって打って送ったけどさ、返せよ LINE、 返して、本当に。ということで終わりたいと思います。思いやす、思い出すのは、チャチャララ。ということでランキング見ます。13位しきありがとう、12位ヨネちゃんありがとう、11位エリリンありがとう、10位エレメンツありがとう、9位カタセありがとう、8位コウキありがとう、7位クマワありがとう、6位アサミありがとう、5位フクちゃん1967ありがとう、4位ミッパありがとう、3位シバマありがとう、2位シャネルタありがとう、そして1位はチク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 チありがとうね、ありがとう。こちらこそありがとうだよ。 ありがとうございます。皆さん、今日もありがとうね、こちらこそありがとう。皆さん、今日もありがとう、大好き。なんで3ついてんの、エンリン、ありがとうね。Thank you。みんな、LINE で、またお知らせ出ていくと思うんですけど、オンライントーク会みたいな、1対1のやつ、始まったら、
開催決定しましたみたいになったら絶対申し込んでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしく。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。トークフォローしてありがとう。嬉しい。ありがとう。ということで See you See you See you またね。またね。じゃあね。じゃあね。バイバーイ。見てくれてありがとう。本当にありがとう。じゃあねー。おやすみなさーい。